はい、こんばんは。えー、本日この回はですね、えー、二階さんがですね、えー、3,500万円に及ぶですね、この書籍代ですね、その内訳について発表したんですね。でね、えー、それを見ながらですね、えー、この政治資金のあり方と、それからね、えー、この政治家の政治姿勢のあり方ですね、まあ、これについてね、考えてみたいと思うんですね。うん、まずね、二階さんがね、 えー、このその書籍代の内訳ですね、発表した、えー、これをね、えー、見てみ、えーえー、たいんですけども、えー、これはね、一月満万冊で、えー、前にね、僕が特ネとしてですね、えー、これは放あのお伝えしたね中身があるんですね、これ、二階さんのですね、えー、修正したあ政治資金収支報告書ですね。それと あと二階さんの関連の本ですね。これをね、あのネットなどからね、網羅してみたんですね。そしてそのですね、支払い期日と、それからね、この本の発行期日、それからまあ支払い先ですね。これからね、分析したものですね。これが僕が特大としてね、お伝えしたものなんだけども、まあ、それとですね、まあ、ほぼ合っておりました。ほぼ同じ内容だったということですね。 うん、でまずね、この発表したものについて、えー、っと、見てみたいと思うんですけども、えー、っと、これはね、FNN プライムオンラインですね、えー。この記事から見てみたいと思うんですね。えー、っとね、この記事はですね、この書籍についてですね、えー、二階さんがね、えー、この購入した本ですね。 二、えー、階,階,階さんの事務所によるとですね二階さんの政治活動などを紹介するために出版した書籍であるとそれからもう一つは与野党の政治家などの著書であると、えー、というふうにしてですね買ったということなんですよね、うん、それでね結局ねえー、っとねまあ細,細かいことねあまり言っても仕方ないんでですね 僕がね、分からなかったものですね。僕が調査して、分からな、分からなかったものですね。これをね、上げてみたいと思うんですよ。まずね、えーと、これはね、えー、っと、えー、大下英二さんのですね、えー、小池百合子の大義と共感。これが分からなかったです。それから、山谷恵里子さんの新しい日本の歩き方。 これが、これも分からなかったです。それから、石井はじめさんですね、元自治大臣ですけども、この人がね、3冊出し、3冊出して、その3冊ともね、大量に買ってるんですよ。えー、まずね、冤罪という本ですね。それから、グリーンの上の政治家たち。それから、作られた最長政権というね、この3冊ですね。これ分からなかったですね。それから最後に、松並健次郎さんの、 自治体の原子印レシピという本も分からなかったです。ね、これなんで分からなかったかというとですね、このタイトルにですね、二階さんの名前が全然出てきてないんですよね。全然出てきていないということなんですよ。ね、ということは、えー、これどういうことかというと、二階さんとは まずね、えー、中身において関係ないということなんですよね。今僕が紹介した分からなかった本というのはですね、えー、二階さんとは関係ない。つまりこれはね、どういうことかというと、まあ主に与党ですね、与党の政治家たちですね、うん、まず石井一さんであるとかね、うん、あるいは山谷恵理子さんであるとか、あるいはその関係者、松並健次郎元衆院議員であるとか、 あるいは小池百合子都知事であるとかですねそういうね二階さんと関係が深くてそしてねおそらく紹介されたであろう本ですねまあこれをね、えーまあ、おそらくはお付き合いのために買ったとということだと思うんですよなのでねこの二階さんという名前がねこのタイトルに出てこないので、えー、僕のね、えー、この検索に引っかかってこなかったんですよねなのでわからなかった とということなんですよでね、じゃあこれね、逆にこれね、えー、このことで何が言えるかっていうね、問題なんですよ。ねまあ、どういうことかというとね、これ政治資金としてね、まあこれ、えー、全部、なんていうかな、あのー、税金納めなくていいですね。まあ免税になってるわけですよね。うん。だけどこれ何もかもね、これね、 あのー、税金、納税の必要ない政治資金だというふうになぜ認められるんだろうかということですよね、うん。こんなに大量に買ってですよ。例えば、えー、そうだな、えー、っとね、小池百合子の大義と共感というね、本があるんですよ。ね、うん、これね、396万払ってですよ。3000冊買ってるんですよ。3000冊。 ね。これ、どうですかこれ、なんて言うかなえー、まずね、えー、必要経費としても認められないじゃないですか。なんで3000冊も必要なんですかこれ。ね。うん。こんなのを税務省に出したらですよ。ね。もう、即座に言われに違いないじゃないですか。3000冊もなんで必要なんですかっていうことですよね。なので、普通だったらね、 これ、工場の対象にも何にもならないですよ。ね。で、そしてこれがなんで政治資金として認められるんですかね。うん。別に小池百合子さんとのお付き合い。ね。うん。これ、真っ当な政治資金とは言えないでしょう。それはね、個人的には、個人的っていうかな。政治家としてね、日本のその政治体制においては、そのお付き合いっていうのはね、まあ、非常に大事なんだけども、それはね、あのー、 なんていうのまともな政治資金としてですね、認められるような類のものじゃないですよね。うん。3000冊も買ってるんですよ、これ。ね。小池百合子さんの方。これおかしいじゃないですか、これ政治資金として認められるのは。ね。そして3000冊もですよ。こんなの必要経費としても認められるわけないですよね。常識的に言って。普通の人が3000冊も買ったら、ね。そ、そんなになんで必要なんですかっていうね。うん。 税務省のね、人がですね、目を向いちゃいますよね、うん。ということでしょ。だったらこれがね、あのー、まさにね、納税ゼロってのおかしいじゃないですか。完全におかしいでしょで。今僕がね、紹介した本ですね。まず理解さんと関係ないということで、どういう名目も成り立たないんですよ。どういう名目も。 山谷絵里子参院議員、ね、それから石井はじめ元自治大臣、それから松並健一郎元衆院議員、ね。これお付き合いで買ったっていうのはわかりますよ。ね。だけどお付き合いと政治と関係ないじゃないですか。ね。なんでこれが認められるんですかしかも大量に買ってる。これね、必要経費として認め,られ認められるわけないですよね。うん。そこがおかしいと言ってるんですよ。平等にしろと言ってるんですよ。 なんで二階さんだけそう認められるんだって話じゃないですか。こんな非常識なね、えー、大量の大量の本ですよ。ね。あ,あそこがおかしいと言ってるわけですよ。ね。うん。それからね、ちょっと疑問に思ったのはね、えー、っとね、これ、大下栄治さん著作の、えー、最長幹事長っていう本ですね。これね、えー、3000冊231万円で買ってるんですよね。 そしてこれがね、えー、っと、和歌山市のね、印刷会社の中和印刷式っていうところに支払われているんですよ。これ、おかしいんですよね。ちょっと細かいことですけども。それから同じように、えー、大下英二さんの二階俊博の政界戦国記録5っていうのがあって、これが500冊34万1000円で、これもね、 その中和印刷式という印刷会社にね払われてるんですよね。うん。これなんで印刷会社に払われてるのかなっていうね。だって普通はですよ、これ出版社に支払うお金じゃないですか。出版社にね。うん。あの、これ印刷会社に払ったって、印刷会社は本を出版してるわけじゃないんでね。うん。なのでね、この中和印刷式のところね、僕もね、これわからなかったんですよ。 もう常識外れてるじゃないですか、これ。これはね、首貸しけるんですよね、うん。これちょっと細かいところなんだけども、ね。細かいところなんだけども、ちょっとこれはね、わからないです。ね。うん。わからない。わからないということで言えば、これもなんでね、税金ゼロなんだっていう話ですよ。ね。うーん。そういうことですよね。そういうことなんですよ。ね。うーん。 はいうん、でまずねまずねこれはね、まあ、基本的にですよ二階さんの、ね、名前がね本のタイトルにあったとしてもですよ基本的に二階さん本人が書いた本じゃないんですよ。ねなので、えー、これはね、まあ、慣例的に認められているのはね、うん、この自分のね、まあ、政策について広報するんだと。 そういう政治的な目的があるんだということで、えー、自分がね、この自費出版みたいな形で出したね、えー、本ですね。まあ、これについては、まあ、認め、認めているんだという説明はあるんですよ。ね。えー、そうなんだけど、えー、これ全部ね、二階さんが書いた本じゃないんですよ。ね。なので、これがね、政治活動資金として認められるってのはおかしいんですよ。ね。基本的に。基本的におかしいんですよね。 うん。ね。そしてね、えー、この原始となっているものはね、うん、これはね、えー、例えば僕がですね、僕が同じことをやったらね、もちろんこれはね、自分でね、まあ稼いだ金しかないわけですよね。うん、ところが二階さんとかね、この政治家の場合はですよ、ねうんえー、これはね、えーまあ政治ど、どこの政治団体で買おうともですよ。 結局、お金ってのは色がついてないわけだから、政党交付金とね、まあ一緒になるわけじゃないですか。そうすると結局、税金でね、えー、税金で補助を受けて買ってると同じなんですよ。結局のところはね。うん。で、二階さんの場合はね、えー、そういう税金という意味ではね、いっぱい入ってるじゃないですか。ね。うん。えー、これ自民党からね、50億円なんていうのも入ってるわけですよね。うん。ね。 だからそういうものを考えればね、なんでそんな金で買ってるんだっていう話ですよ。こんな大量の本をね。うん。大量の本ですよ。そしてね、もう一つ疑問を言えばね、こんなに大量にね、本を買ってどうしてるんだということですよね。うん。ね。まあ例えばね、これは前も言ったんだけども、ね、僕が自分の骨、ね、まあ自分で、ね、えー、なんていうかな。 まあ自分僕もですねまあ、何冊本を出してるんでねその度に例えば20冊とか30冊とかね買いますよねでか買ってその本をどうするかというとこれをですねまあ、その眺めてるわけじゃなくてそれをね縁のあった他の人にですねあのこれはねあのー、プレゼントしたりね、まあ、差し上げたりしてるわけですよねこういう本を書きましたのでということでね,、うんね うん、まあそれはね、まあ、大体ねそうやって聞いていく,いくわけですよ20冊30冊40冊ぐらいかなまあ大体聞いていきますよね,、うん、ねでね、えー、これ政治家の場合ですよ政治家の場合二階さんの場合何千冊何百冊ですよ、ねうん、そしてそれはね、えー、縁のあったね誰かで構わずですよね、えー、訪ねてきた人にこのね 本を渡すということはね多分しないですよね。ね、うん、これはねまあはっきり言えば自分のせ選挙区の有権者に配るわけですよね。ね、うん、そうするとねそれはほとんど完全な公衆選挙法違反ですよね。うん、こういうね疑問もあるわけですよね。ね、うん、二階さんの場合二重三重の意味でねもうね脱税それから、えー、公選法違反。ね そのね、疑いがね、非常に強いんですよね。うん。強いんですよ。ね。うん。そしてね、えー、っと、この中日スポーツですね。この記事を見るとね、二階さんのね、この政治家人生を綴った書籍であるね、ナンバー2の美学、二階俊博の本に、本心ですね。これがね、まあ、最も多かったと。ね。 五千冊買ってるんですよ。一千四十五万円で五千冊。どうですか？五千冊ですよ。ね。うん。ね。これね。僕もね、そのごはしょう進者というね、この出版社にね、まあ今ね、あのちょっと、えー、関係させてもらっているんで、これよくわかるんだけども、今ね、初版なんてね、こんなに出さないですよ。 まあ1,000冊とかね慎重にやりますよ初版ね、うん、ところがどうですかこれ5,000冊ね二階さんが買っちゃったんですよナンバー2の美学二階と利尊の本心ねこれねあのあはっきり言ってねま二、あ、階さんに悪いんだけどもねこれあのもしね本当に正直に初版を出すとしたら1,000冊も出さないんじゃないかなと思いますよね 売れないですよ、これ。うん。買いたい人いますかまずね。うん。買いたい人いね。いたらね、ほんと手を挙げてほしいっていうね、ことですよね。うん。で、それをですよ。五千冊、一千四十五万円で買ったというね。すごいですよね、これね。うん。これだからね。前も言いましたけどもね。保守系の出版社であるとか、あるいは保守系のね、ライターであるとか、 そういう人たちというのはね、ある意味ずるいんですよね。ある意味ずるい。えー、なんでかっていうとね、こういう二階さんの本を出せば、二階さんが買い上げてくれると、ということが前提になってるんですよ。なので、えー、ね、二、えー、階さんの本も出すし、あるいはね、二、えー、階さんの本をね、えー、書いたりするわけですよ。ね。そういうふうに前提があるのでね。うん じゃなかったらね、出しませんよ。まずね。<laughs> ね、二階さんね、悪いけど、うん、ほんとそう思いますよ。ね、うん。だからこれはね、おかしいビジネスだと思いますよ。ね。そしてこのね、五千冊分、一千四十五万円ですね。これも税金が多分に入ってるわけですよ。おかしいですよ、これ。ね。うん、税金で飯食ってるね、本屋さんっておかしいじゃないですか。ね。うん。 それからね、この記事によると、おまあ、この記事によらなくてもそうなんだけど、二階俊弘幹事長論が300冊。ね。それから、最高幹事、最長幹事長が3000冊。どうですか、3000冊ですよ。ね。それから、自民党幹事長二階俊弘伝,伝が300冊。ね。ああ、ね。ね。なので、このネット上ではですね、自分の本は自費で買え。 なんで税金で買うんだとかね、そういうね、あのクレームがまあどんどん、ね、湧いて出てるということなんですよね。で、本当その通りですよ。本当その通りだと思いますね。ねこういう本を買うのにですよ。ね、なんでですよ。ねあの、この税金の入ったね、この政治資金で買わなきゃいけないんだということですよ。ね。 うん、そしてなんで何もかも非課税になってるんだということですよね。うん、おかしいじゃないですか。五、ね、千冊が非課税っておかしいでしょ、これ。ねうん、まず政治活動資金としても認められないしね。五千冊なんて認められるわけないじゃないですか。ねうん、それからねあの、まさに必要経費としてね、控除されるわけないじゃないですか。さっきも言ったようにね。 税務署の署員さんがですね、職員がね、目丸くしますよ。五千冊一体 <laughs> なんでそんなに必要なんですかみたいなね。なんでそれが必要資金なんですかっていうね。うーんあ。絶対認めるわけないじゃないですか。<laughs> ね。常識で考えたって。ね。我々国民は常識で考えて跳ねられることをね。なんで二階さんだけ認められるんだっていうことですよ。ね。もちろん二階さんだけじゃなくって、 ね、これはあ、ね、亡くなった安倍さんなんかもこれはあの上何て言うかな常道手段としてましたよね、うん、そして安倍さんの場合はさらに悪質なんですよ、ね、これ本屋から買うんじゃなくて書店から買うんですよね新,新宿の紀伊国屋とかね、うん、そして最初に大量に買うのでそれがねあの安倍さんの洋書本がね突然週間ランキング1位とかなっちゃったりするわけですよ、ね、そうするとみんなねそれ見るからね あ我,我も我もこれ買わなきゃまずいんじゃないかっていうね、ことで買っちゃったりするわけですよね。うん。そして宣伝になっていくというですね、もう何て言うかな、悪質というか、ミミッちーというかね <laughs>、ね、感じますね、えー。安倍さんと二階さんってのはこの辺ね、まあ、二階さんはそこまでね、複雑なことはやってないんだけどもね、あほんとミミッチーですよね。うん。ね。 まあそういうふうにね、とにかくね、安倍さん、二階さんをトップとして、もう耳み,みっちい。ね。そして自民党集団。これね、耳み,みっちいし、ね。もうみんなね、裏金。裏金脱税集団ですよ。裏金脱税集団。<laughs> ね。<laughs> うん。これね、まあ裏金のね、あのー、この金額を見るとね。うん。まあ逮捕されたりね、それから、 正解をね退いたりねえそういう人は別にすればね二階さんがトップなんですよねうん3526万円二階さんトップね2位が三林博美さん、ね、衆院議員2954万円3位萩生田光一前政調会長えー、2728万円っていうねこれ金銀銅ね <laughs> <laughs> ということですよ、ねうん、えー、これね、まあこのね、金銀銅のね金、金メダル銀メダル銅メダルの二階さん、三林さん、萩生田さんね、うん、まあこれも含めてですね,ね、安倍派の82人の議員ですよね、うん。これ、とにかくね、修正申告して納税しろって話ですよ。納税しろ。ね。うんえー、これ何と言ってもね、 使途、えー、不明金ばっかりですからね。うん。領収書が見つからないわけですよ。ね。使途不明金。これを納税するの当たり前じゃないですか。ね。うん。だって我々どうですかね。あのー、領収書を見つからないね、お金。いやー、これね、領収書をなくしちゃったんですよね。なんていうね、言い訳ね、通るんですか、これ。ね。うん。通るんですかね、これね。例えばね、二階さん3,526万円ね。 あるいは、萩尾田さんの2728万円。いやー、ちょっと領収書をなくしましてね。うん、だけど、これはね、あのー、納税の必要ないと思うんで、ね、納税なしでお願いします、みたいなね。そんなこと言ってですね、<laughs> ね。<laughs> 我々一般国民だったらね、ちょっと首かしげられますよね。んちょっと何言ってるかわかりませんね、みたいなね。<laughs> という,いうようなね、ことになりますよね。うん、なので、 これはね、一般国民と同じように修正申告してきちんと納税しろって話ですよ。それ以外ないですよ。それ以外ない。ね。うん。まあ、きっちりとね、あのー、一部でも領収書を出してきたら、それはまあまあ認めるとしてですよ。ね。その他のものは、これは納税しろって話ですよ。ね。うん。それしかないじゃないですか。ね。それしかないですよね。うーん。 全くそれしかないですよ、ねうん、そしてね、そういう納税に関してですよ、この岸田さんからね、ねえー、これね、本当にね、国会でね、あのー、聞かれたわけですよ。ねうん、えー、っと、このね、国民民主党の、ね、古川元九さんですね、まあ、これ、元下って読むんだけど、政、ま、界、あ、では元九さんって呼ばれてるんでね、古川元九さんからですね、まあ、聞いたわけですよ。ねうん、岸田さんに対して。 明後日から確定申告が始まりまりす。今回の裏金問題はきちっと申告して納税している納税者の納税意識を著しく失わせるものであって総理は政府のトップとして正しい申告をお願いする立場であるものとして納税者の皆さんに、えー、真摯にお詫びする必要がある,ある,あると思う,ので思うのですがいかがでしょうかっていうねえー、ことですね でね岸田さんはこう答えてるんですよね。まずお詫びするべきであるということ、これはあそれはその通りだと思います。<laughs> えー、<laughs> すみません、ね。政治と金の問題を通じて、 国民の皆さんに大きな疑念を巻き起こすことになった厳しい指摘を受けているこのことを重く受け止め国民の信頼回復に取り組まなければならないお詫びをした上で政治として毅然とした態度を取らなければならないこのように思いますその上で税というものについて確定申告を前に国民の皆さんにお願いをしなければならない 社会に必要とされる <laughs> 公的サービスをみんなで分かち合うために、生活と財産を守るために必要なえ公的サービスを提供する上で、え必要不可欠なものとしてぜひご理解をいただき <laughs>、確定申告にあた,あたって適切に納税申告へあたっていただくよう <laughs>、 お願いしなければならない。というふうに語ったということなんですね。うん、ちょっとすみませんね。<laughs> うん。え <laughs>、これね、まずね、えー、っと。<laughs> ね。税というものについて、確定申告を前にね、国民の皆さんにお願いしなければならないと。 社会に必要とされる公的サービスをみんなで分かち合うために <laughs> 生活と財産を守るために必要な公的サービスを提供する上で必要不可欠なものとして是非ご理解をいただきと,というふうに言ってるんですね。うん、でねこれ言ってるんだけどもね <laughs> このことをですね真っ先に理解していないのが自民党議員ですよ。全然理解してないじゃないですか。ね。 特に、この金メダル、ね、銀メダル、銅メダルね、二階さん、ね、三林さんという人、それから萩生田さんね、うん、それから安倍派の82人ですよ。全然理解してないじゃないですか。ね、<laughs> 理解してないから、ね、裏金をもらってですよ。そして、領収書どっか行っちゃった。ね、うん。だけどこれね、まあ政治資金なんで、ね、納税はしなくていいよね、なんて言ってるわけですよね。うん。 こんなふざけた話ないじゃないですか。理解してないじゃないですか。ね。国民はちゃんと理解してますよ。理解してるので、きちっと納税してるわけじゃないですか。そして、ね、あのー、必要経費とかね、そういうものは、きっちりと領収書をですね、ちゃんともね、保存してですね、そうやって申告してるわけじゃないですか。ところが、じゃあ政治家だけ領収書なしで認められるんですかそんなおかしなことないじゃないですか。ね。これ、暴動起きますよ、これ。 完全に暴動を起きますよ。ね。うん。政治家本人が理解してないんじゃないですか。自民党が。ね。ふざけんなって話ですよね。うん。<laughs> そしてね、鈴木俊一財務大臣ですね。これがね、15日、今日ですね、の衆院予算委員会でね、えー、まさにね、このパーティー収入の、このキックバックですね。それをお、収支報告書に記載していなかった議員ね。 これは納税すべきだと。ねこれは僕がずっとね、今言ってきたとことですよね。納税すべきだと。そういう野党の要求に対して、ね、うん、まあこういうふうに言ったんですよね。要するに政府の立場としては、ね、えー、何も別に言うようなことはないと。ね、党の立場を見守,見守りますと,と言ってるんですよね。これもふざけるなって話じゃないですか。ね。これ一般の国民にも同じことをね、言えるのかっていう話でしょう。 納めるべき税を納めていない人間に対してですよ。ね。税金を早く納めるようにと。ね。そういう、まあ、督促状っていうかな。そういう催促するじゃないですか。ね。なんで、えー、自民党議員だけそういうことを言わないんですか自民党議員に対してだけね。これおかしいじゃないですか。ね。立場上言うべきでしょう。これは。ね。うん、おかしいですよ。ね。うん、おかしいですよ。 ね、それからね <laughs> 二階さんのね、えー、このね3470万円のこの書籍代ですねこれずっとね、まあ、分析してきたですねこれねえー、っとこの書籍がね3年間で2万7700冊に上るということなんですよねえーねえー、なのでこれはね 要するにこのね立憲民主党の議員が聞いてるんだけども尋常な数やないと本当にこれね関係者に配りきれるのかとねうんまあこれ要するに二階さんとしては関係者に配布するために購入したんだとと言ってるんだけども2万7700冊ね関係者ってねまあその誰かっていう問題もあるんだけども本当に配りきれるのかとねということですよねこれねうんね でもこれね <laughs> さっきもちょっと言いましたけどね二階さんの選挙区である、えー、和歌山ですね,ね和歌山で本当に配ってないんだろうなということですよね大変に怪しいじゃないですか、ねうん、これ関係者にね配るったって配りきれるもんじゃないですよ、ね、だからこれはもうすぐ考えつくのはあ有権者に配るんだなと。 いうことが分かるじゃないですか。ね。うん<ー>。ね。そしたら、これは、完全なですね、えー、公職選挙法違反ですよ。ね。前も言いましたけどね、えー、これね、法、え、務、ー、大臣だった松島みとりさんね、この人はね、内輪ですね、これ内輪ですよ、内輪内輪を、えー、内輪わってあってね、なんていうかな、このペラペラの、ね、紙ですよ、この内輪を、 選挙区内のお祭り会場などで配ったんですよね。なので、これすぐに分かっちゃったわけですよ。すぐに分かった。なので、これはまずいだろうということで、えー、法務大臣を辞任ね、辞任したわけですよ。辞任に追い込まれたわけですよね。非常に目につきやすいんですよね。うん。で、本の場合はですね、ねもっと悪質な公選法違反であること,いうことはすぐに分かりますよね、これね。まあ、自分の名前なんか書いてあるわけですからね。うん。だけど、 後付けが難しいんですよね。うん、後付けが、うん、それ配ったところでですよ。ね、うん、それをね、まあすぐ分かるようにですね、おゆ、えー、持ち歩きなんかしませんからね。まあ家に置いておくわけですよね。うん。だからなかなかね、後付けが難しいんだけども、これはね、常識的に考えれば、これは選挙区で配ってるに違いないですよね。うん。ね。 なので、これ、二階さんはね、本当にね、悪質だなと思いますよ、僕はっきり、本当に正直申し上げて。うん、悪質だと思います、これは。うん。こんなね、図書、ね、あの、書籍購入費使ってですよ、ね、そして自分の関係する本、ね、それから他のね、親しい議員の本ですね、これを買っちゃってる。ね。しかも、これ全部ね、 全部が全部、ね、納税なし。そしておそらくは自分の関係している本は、えー、選挙区で配ってるであろうということですよね。うん要するに脱税プラス、えー、公選法違反ですよ。ね、うん、その疑いが強いということですよね。これ本当にね、あのー、政治家の政治姿勢としてですね、二階さんは僕は失格だと思いますよ、これは。うん、ほとんど完全な失格ですよ。 うん、まあというようなことでね、えー、これはね前に僕がね、あのー、二階さんのこの図書おお書籍購入費ですね、えー、これをね、えー、細かく分析したんですけども追跡調査したんですけどもまあそのこととねこの二階さんがねあの今日発表したものとですねあんまり変わってなかったということですね、うん、まあ,あ大体は正解だったということなんですね、うん、まあこういうふうにね えー、ネットでもね調べればねある程度ね後付けできるんですよね、うん、まあというようなことでね、えー、本日この回は、えー、これで終わりたいと思い,思います最後にねあのー、ちょっとね CM タイムいただきましてですねこれはねあのー、大量に買った本じゃなくてね、うん、まあ少量に <laughs> 少量の本,だ本なんですけどもね、うん、これは僕が書いたねコロナ日本国書なんですよね うん、でこれはね、えー、とにかく今ずっと紹介してきたようにね、自民党政権のもとではね、もうね、全部利権なんですよ。全部利権。なので、このコロナ対策、感染症対策も利権に基づく対策なんですよ、ね。科学的な知見に基づく対策じゃないんですよ。なのでね、失敗せざるを得ないんですよ。それがね、自民党政治なんですよ。ねうん うん、そのこととを、ね、書いいいいたたた本でですす読んでいただきたいなと思いますそれから <laughs> この「あえっと原発と日本列島」ですねこれはね地質学者でありながらですね、えー、この日本のね、えー、原子力発電のねこの機構にですね、えー、長年勤められたですね遠い和美さんというね、えー、方がですね、まあ、日本全国ね能登半島をはじめですね、えー、その地質を調べて そして日本列島の上には原子力発電所を作ってはいけないと。えー、そういうことをですね、えー、これ分かりやすく書いた本なんですね。うん、えー。これ生涯をかけてね、そういう結論に達したわけなんですね。まあ注目されている本で、しかも分かりやすい本なんでですね、ぜひ、えー、読んでいただきたいなと思います。それから、<coughs> ジュリー・アンドリュースジオデ伝ですね、これはね、 えー、国際的なミュージカルスターであるジュリー・アンドリュースがねイギリスの演劇界であるとかアメリカの演劇界であるとかね、まあ、そこで活躍して、えー、そしてねその人間模様であるとかあるいはジュリー・アンドリュース自身のラブロマンスであるとかですねそれをね温かい視点でですね、えー、嘘そ偽りなく書いておりますのでこれはね本を読む楽しみがねすごく味わえるね本なんですよ。 時にはね肩の力を抜いてですね読書の楽しみをね味わっていただきたいと思うんですね。うん、そしてこれがね僕が関係させてもらっている五月処方新社の新刊なんですけども、えー、今日本全国ですね地方の方では、えー、本屋さんが少なくなって本を直接買えないとかあるいは <coughs> あるいは Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は5月初方新社に直接ファックスなり電話なりしてきてください。えー、<coughs> 郵便振込であるとか銀行振込で対応いたしますので、5月初方新社のファックス番号、電話番号は104の方ですぐにわかりますので、えー、ぜひ遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。えー、というわけですので、えー、本日この回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。